じゃあワクチンは、中学院長研究受けますけど、ディステンバーの方も今後のね。あ、はい。お願いします。ふんってしたやわ。おいしいおいしい。まあでもこの季節外人になりやすいんでね、なると来たくなる前はまずは寄ってきますんでね、まあ今全然酔わないからいいと思いますので、ね、はい、本でしたか、6日なんすみません、なんか私がカレンダーに間違えて書いちゃった。すいません、はい、いましたよ、トムコロ。本当だ、ちょっとお尻すっきりしよう。ちょっと痛かったかもしれない。治りました。あれからそのシュッシュってやるのを塗ってたら、どれぐらい1週間ぐらいで一応引いてって、治りました。うん、本人はそっち気にしなかった。全然気にしてない。でも何だったんだろうと思って。全部の治りは良くなって。なんか気になって、でも一応大きくはならなかったんで、様子見てたら1週間ぐらいで。今何もないです。何だったんだろうなと思って。あったのか。
ただちょっとさ、若干ここの辺の色素が少し薄くなってるよね、こういうところに比べると。あんま良くない。老化老化8歳だと思う。もうあるかもしれません。みなちゃん老化なんだ。はい、じゃあいいっすよ。じゃあ証明書出しますね。ありがとうございます。また追加お願いします。はい、わかりました。あ、で、ワクチン打ったと変わったことあったら言ってください。はい、今日はゆっくり見ます。